張美子とは中華民国の女性政治家。出生地は日本で台湾人の父とアメリカ人の母の婚結。1980年代に発足した民進党において政権を担う政党に必須の外交及び国家安全保障を含む政策と党務の国際化に大きく貢献した人物。陳水扁政権で中華民国総統府顧問として中央政界入り後、 延べ4期にわたる立法委員と総統府国家安全会議市順委員を経て蔡英文政権に決め発足に伴い2020年夏より中米台北経済文化代表どころ代表就任。台湾では初の女性中米代表となる。アジア初となった台湾の同性混合法化過程で初期の立法化を推進した人物でもある。日本の神戸市で出生。父は 台南県出身で、経験がプロテスタント。台湾キリスト長老協会から、米国のプリンストン神学校に派遣され博士号を取得。ユニオン神学校で、音楽修士だった母と知り合い交際。両親の職業上、出生後すぐに、太陽国やスイス、ベルギー、オランダなどを転々としていた。母の祖国である米国では、母方の祖母とも対面している。 両親は正式な婚姻を機に、台南に戻ったため、母とは英語、父や幼少時の友人とは台湾語、小中学校では中国語で会話をするようになった。他にもスペイン語や米国留学中に学んだ日本語などを自然に使い分けることができる。高校では、昼食や放課後だけではなく、授業も白人と黒人、アジア系で、 グループが明確に分かれていたことに苦痛を感じていた。オーバリン大学では東アジア研究学科を専攻。セクシャリティ、人種、階級、社会正義などの議題を好んでいた。課外でもフェミニズムなどのサークル活動に参加。最も親しい友人は高校時代は中南米系移民2世の学生で、大学ではブラジル、インド、 バングラディッシュなどからの留学生とだった。父親は、大独傾向を持つ、新学院に属していたことから、本土意識は高かったが、独立運動には参加せず、後方から支援する程度だった。父から見事への影響は、さほど大きくなく、見事が、大学の図書館で文明の、台湾人400年史などの出版物を読むことが、本人の自我に影響を与えた。 1991年の3年時、旅修練の著書を読んで感動した美琴は、旅本人に手紙を出した。旅は返信で、美琴に台湾に戻るよう促したため、美琴は休学を届け出て、旅の女子と民主進歩党中央執行部でのボランティアを務めた。卒業後は、コロンビア大に進学、在学中にニュースクール大学留学中だった、チ文ブカネと進行を深め、 文赤根の推薦で党内での仕事を始めた。台湾語の母語教育も重視している。訪米した党員との接触が増え、1995年3月より民進党中米代表どころの執行長に就任。1996年に党主席となった京信義は若手の起用を推進したため文赤根への推薦で国際事務部副主任に抜擢された。 当時の主任は出勤が少なかったことから実質的に見ことが業務を肩代わりするようになる。1997年からは正式に国際事務部主任に就任。26歳で当時党内最年少の幹部職だった。この時期より見ことの対外知名度と信用は高まり人脈を築いていく。次期総統選候補となった陳水編にも見出され、 陳が2000年中華民国総統選挙に勝利すると、当時最年少の中華民国総統府顧問となった。英語に堪能なため、秘書役として陳の随行通訳もこなした。台湾女子体育運動協会の理事長や、中華オリンピック委員会委員を務めたり、WBSC 女子ワールドカップ第2回大会の台湾代表団を引率した。立法院での香港支持共同会見。 陳水編政権で行政院大陸委員会市順委員を務めていた。2014年香港反政府デモでは、当主の蔡英文や長老の社長テーラと共に、デモ側の市民を支持する声明を出していた。2019年から2020年香港民主化デモについても韓国、ソウルで開かれていたアジアリベラル民主評議会で、香港の元立法会議員田中ともと共同で、 中国共産党政府避難声明と台湾市民に対して警戒を呼びかけていた。VS 中日中国領事2009年5月、党国際部主任として日本の福岡で開催された国際会議に出席すると、九州国立博物館での演説で名刺交換を交わした直後に、みこが民進党関係者と知った在福岡中華。 人民共和国総領事の部樹民から罵倒混じりの脅迫を受けた。周囲の日本人を含む多くの外国人は中国語を聞き取れなかったため、み事が部の発言を一時一句英語に翻訳すると部樹民に対する会場の視線は一変し、部は無言で会場を去った。演説が終わると、中国の学者でさえ部の発言に対し謝罪を表明している。 2008年より、米国のシンクタンク、プロジェクト2049研究所顧問を務める。蔡英文は2010年に北市長選朝鮮挙出馬に伴う戸籍変更で、英和氏の御事の住居を居住地として登録している。また、2011年に包帯した自由民主党の安倍、晋三、菅義偉との面会にも、当シンクタンク幹部として御事が同席し、 2015年の訪米にも同行したことから講師にわたり、信頼関係を築いていることを伺わせている。2008年のチベット支援活動2002年からは、比例区枠で立法委員に就任。大陸委員会諮問委員、自由主義インターナショナル副主席、アジアリベラル民主評議会秘書長も務めた。2005年からは、台北選挙区から出馬。 党内派閥では新潮流刑に属するようになった。かつて国民党のネガティブキャンペーンとして使われた光ディスク媒体が流布されていた事件は2007年に形を変えて民進党陣営に波及した。この騒動で標的とされた見事は中国ごととののしられ、翌2008年の立法院選挙での台北2区での党内公認候補争いでは大予見に敗れた。 2012年の第8回中華民国立法院選挙では、不文句名簿7番目で当選。その後も、カレンでの活動を継続した。2015年、翌年の第9回中華民国立法院選挙では、カレン県選挙区で中国国民党候補を提唱の参戦阻止の資格となり、当選した。立法院の超党派議連、大議国会議員。 鶴根義美会の発言人として訪米もしている。また、対日国会議員、鶴根義美会で、幹事長として、対日議員外交にも、積極的だった。専門の外交や安全保障分野だけではなく、カレンを拠点とするようになってからは、地元の観光業振興にも注力した。一定の条件を満たせば、税軽減の措置が得られ、在住外国人による、 インバウンド向けガイドを可能とする発展観光条例修正法案を提出し、2016年12月に立法院で三独審議を通過させたほか、カレンと沖縄県を結ぶ日体間のフェリーや航空便の誘致などでも精力的に活動した。2020年の第10回中華民国立法院選挙では、カレン王の異名を持つ元カレン県庁風に敗北。 挙手が注目されていたが、第15代中華民国副総統に当選した、来キよノりの訪米に同行、4月より国家安全会議の諮問委員に就任していた。チベット問題立法委で、チベット亡命政府、ガンデンポタンの財務省と、会談2012年6月、世界各国の立法府が、フレンズ・オブ・チベットを結成していたことを受けて、みことも数名の委員と共に、 立法院内で、立法院図博の友会を結成し、抗議の昇進自殺が、相次ぐチベットの人権問題への関心と、亡命政府首相、ロブさん宣言への支持を社会に訴えた。太陽下学運2014年3月18日に、発生したひまわり学生運動期間中は、クレヘアキラやクレヨイタルラ民進党の政治家と共に、海峡両岸サービス貿易協定の早期可決を、 目指していた国民党への抗議表明として70時間にわたる断食デモを実行した。同婚問題長きにわたり同性婚支持を表明し、2006年には立法委員として初めて同性婚姻法案を提出した。当時は台湾社会でも抵抗が強く、国民党の反対により法案通過は叶なわなかったが、その後蔡英文政権で合法化が実現している。 自身のブログでも、婚姻はニコ人間の人間関係や一つの儀式というだけではなく、パートナー関係の当事者が、社会の中でどう扱われるかという問題にも及ぶ。二人の同性カップルも、男女カップルと同等の価値を持ち、平等な尊厳や権利、自由を享受できるべきだ。また、社会がもっとオープンに、寛容的に、議論に対して尊重することができると信じているし、 台湾の同性パートナーたちの権利が社会的に認められ受け入れられるようにしましょう。そうすればこの社会はもっと多元的で豊かでカラフルなものになると信じている。と綴っている。AIT 代表クリステンセンを迎えて政権閣僚らと共に米国独立記念日を祝福総統府での中米代表就任宣誓式典2020年6月16日。 総統府は新中米代表に、見事を指名し、7月以降の着任を発表した。翌日米国在帯協会や、民進党も参加している、自由主義インターナショナルが祝福のメッセージを寄せた。7月20日、71名が加入した第10期立法院による、超党派議連、大議国会議員、連ねよ吉未開結成大会に、AIT 代表、 ウィリアム・ブレント・クリステンセンと共に出席し、前期会長としての送別を受けたほか、AIT に対し米国連邦議会の台湾旅行法や台湾同盟国際保護協会にしあち部法可決に、謝意を述べると共に、1週間以内に予定されている中米代表着任への抱負を語った。7月25日、ワシントンの中米代表オフィスに出勤し、正式に着任。 中国政府の戦狼外交に対峙する戦猫外交を掲げた。2020年9月20日、本人公式アカウントのツイッターで、プロフィール欄を台湾アンバサダーツーザ・ユーエスに変更し、物議を醸した。外交部長のごつと無償は、正式名称は代表と公式に表明しているものの、蔡英文は黙認とも取れる意思を示している。立法委員の提運法は、 これまでも正式な国交がない国に派遣した代表が大使と呼ばれることもあったし、米国外交筋がアカウントの表記に表立って反対意見を表明していないことは指示をほのめかしているものとしている。後日、戦猫とも復帰しているが、元外交官の劉死結は中国政府が主にオンライン上で繰り広げる戦狼外交に反撃する手段の一つと、 分析している。米国では、その後、米連邦議会上院議員、スコット・ペリーが、中米代表どころや AIT 台北事務所をそれぞれ大使館に昇格させる法案制定を主張している。2020年11月末、中米代表どころで、職員9名が新型コロナに感染したため、陽性者と接触のあった、ミコ本人も在宅隔離となり業務停止に、 追い込まれたが、11月30日に関係者全員の陰性を確認、隔離解除後の12月11日より業務を再開した。成長促進作用のあるラクトパミンが含まれる、米国産豚肉の輸入解禁が台湾で問題となっていることを受けて、自身も米国の肉料理を食して安全性を訴えた。2021年1月20日、ジョー・バイデンの 第46代大統領就任式に正式に招待され政府代表として出席した。中米代表が招待されたのは米大断交の1979年以降初めてとなる。米国上院の外交委員会も公式ツイッターでみことの投稿を引用し、バイデン政権に対し米大関係のより一層の進展を促す胸の投稿をしている。2014年 民進党立法院郵備所が提出した死刑犯斜面法案に他の議員と共に章美子とも共同で連勝していた。2012年12月26日、中米台北経済文化代表どころ代表の金、広志総に対する初回の立法院質疑では、美子は英語での質疑応答を行った。ただし、金は中国語での答弁に徹したため、一問一答は、 中国語と英語で交わされることになった。世論は賛否両論で割れることになった。映画監督の表公演は見事が金の中卒レベルの英語力で中米代表として不適格だということが露呈したと指示を表明。逆に見事が金を恥ずかしめるために故意にそうした行為に及んだと批判する者たちや公用語でもない英語がなぜ 台湾語よりも優先されるのかと抗議する市民もいた。2011年、米国在体協会は民進党幹部が翌年の国政選挙で与党帰り先を狙う党における両岸関係及び外交戦略のキーマンとして認識していることを示した。2021年、米経済史ブルームバーグビジネスウィークはバイデン政権発足直後に 今年最も注目すべき人物8名の一人として、見事を挙げた。正解入り後の取材では、自身のアイドルは統一ライオンズのスター選手だった、高官林と答えている。大の猫好きで知られている。2012年8月、カレン研修林境での台風9号の被災地視察時に大鉄は兵役付近のぬかるんだ、路上で一匹の虎猫を広い自宅で保護した。 翌日当主席の蔡英文との電話中に、蔡が引き取ることになり、その後蔡早々と命名され、蔡の飼い猫となっている。自身も、中米代表着任に伴い飼い猫4匹を、米国に同伴した。カレンで当選した、直後の街頭では支持者が、マジンガーゼット主題曲の替え歌を合唱していた。また、ミコトという名前のために、後山電磁法の異名で呼ばれるようになった。 同盟の三坂美琴に由来し、後山は、カレン、台東地方を指す因語。この設定は、風刺漫画で知られる、イムレナリの作品破壊公営でも受け継がれている。2015年、旧義、アキラ、テイレイ君と美琴を合わせた40代前半の民進党女性議員トリオは、女性3人組アイドルユニットになぞらえて、立法院の SHE と呼ばれていた。台北市で立候補し、 定数10を22人の候補者が争った選挙では7番目の得票数で当選。得票分布現職立法委員だった風のカレン県庁転身に伴い実施された補欠選挙。カレンでは従来の国民党と民進党の支持層比率は7対3とされ圧倒的に国民党有利だったが、見事は破れはしたものの得票率40%超を記録した。 これ以降、ミコは、カレンに、事務所を構えて、本格的に票の掘り起こしを図ることになった。得票分布2016年第9回中華民国、立法院選挙では、国民党の鉄板と言われた、保守王国のカレンで53.77%の、得票率で当選。民進党候補で、当該選挙区の歴代最高かつ、初の過半数獲得候補者となった。得票分布。 ありがとうございます。